はい、街を良くすると細谷秀明でございます。日時はですね、2020年9月の24日、深夜でございます。深夜パトロール中でございます。ですね、以前ですね、ここの今ね、今この撮影している建物なんですけど、以前ここにございました、青梅市のね、総合病院の近くの、桜井クリニックさんっていうのがね、あったんですけども、ここね、奥多摩街道沿いなんですけども、ここのね、交差点のところに、桜井クリニックさんというのがあったんですけども、どうやらね、閉院した模様でございますね。もうだいぶね、クリニックさん辞めてから、日にちが経っている模様で、今現在はですね、このように、安らぎ在宅診療所っていうのがね、ここの建物に入っております。どうやらですね、もう半年ぐらいね、半年以上前ぐらいにはね、もう閉院したのかなと思います。はい、現場からは以上でございます。街を良くすると細谷秀明でございました。